V2 ウェーブ DVD をご覧の皆さん、こんにちは、熊切あさみです。今回なぜ私がこちらの DVD にお邪魔させてもらったかというと、もちろん宣伝です。私が紹介したいのはこちら。実際の麻雀対局の楽しさを追求したネットワーク対戦麻雀 MJ3 エボリューション。全国の猛者たちと対局できるこのゲームで勝つためのテクニックを3つのコーナーで伝授する DVD、 それが MJ3 エボリューション DVD 麻雀技術なのです。まずは麻雀大好きな高知富田さんが皆さんと一緒に麻雀のレクチャーを受ける MJ3 エボリューション集中講座です。コツをつかんで勝利をゲット、 MJ3 エボリューション集中講座。芸能界でも1、2を争う麻雀好き高知富田さんがプロの雀士から麻雀に勝つためのセオリーを教わる MJ3 エボリューション集中講座。もちろん高知さんのモノマネも必見です。どこの麻雀でもやっぱどうしても一番メインになります。なるほど、これは当然積もった方がいいし、あとあんこはあの、はい、裏ドラに乗る可能性高いんですよね。そうなんですよ、両方に両面って言いまして絡めなくなるので大丈夫。4、5、6やったらこう真ん中ですから ね、ああその他は端っこやったりするから、はい、これは、はい、もう泣いてって普通に本質に進んでいく、まあこんな風にベースがあるんだったらそういう風にしていけばいいと、はい、この攻め方は石橋風です。石橋風ですか、はい、相手が泣く理由、そうやな、ドラが、はい、たくさんある、おお、はいはいはい、あと薬杯を持ってると、はいはいはい、あの続いて点数計算ちょっとずつやってきたんですが、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、はい、もうちょっとだけやりますか、はい、やってみようかなと。よし、じゃあ俺が特別に聞いてやる。はい、かなり出てくるかもしれないので、高田純次の方だな、はい、でそこで、そのでまずその2人に対して先生全く話聞いてくれませんどうぞ。はい、続いてはなんとプロ雀士16名によるガチンコ勝負です。麻雀技術最強雀士決定戦。 MJ3 エボリューションにも登場するプロ雀士16名による戦い、麻雀技術最強雀士決定戦。プロ雀士の打ち方や勝負の駆け引きなどを間近で体験できます。はい、オーラスですね、大脇、はい、今これラス目ですよね。そうですね、ここでまた引くと、またラスを引くとちょっと浮上するのが厳しくなってまいりましたね。これもうシャニ目に上がりに行かないと、もうテンパりましたね、木原がリーチ、木原やりますね、リーチ、なんだよこれマジで。なんか集中してるといつの間に。さらに副音声では対局中のプロたちの考えや裏話を聞くことができます。その真剣なのがこうリアルでいいとか言ってそれを使われちゃったりするんだよね。あ、そうなんだ、うん、どうなの今、フミが今一瞬横が映ったけど自分の映り具合は。気持ち悪い。気持ち悪い私が皆さんに見てもらいたいのは他にもあって、私熊切あさみがプロ麻雀のプロ試験を受けるために本気で頑張っているこのコーナー、プロデビューへの道、熊切あさみ本当に頑張ってます。じゃあ資格欲しいですよね。欲しいです、はい。じゃあ早速ちょっと始めましょうか。ん、何を始めるんですか。今回ですね、熊切さんには、はい、麻雀のプロ資格を取っていただきます。麻雀を全く知らない熊切あさみちゃんが麻雀のプロ資格を取るためにさまざまな企画に挑戦するプロデビューへの道。それではあさみちゃんの活躍をちょっとご覧ください。これいけますか。あ、さっきあったのこれの2つバージョンです。ツーペーコそうか、え、英語ですかあと自分の風って分かりますか。風東南シャンペーン分かりますか。あの東西南北、はい、わかります。の自分の座ってる位置の話ですか。はい、はい、おー、なんか結構してる。知ってる、知ってますね。私普段生活してて北がどっちとかわかんないんですなるほどそれがわかんないもし食べられなかった場合、え、何、なんかあるんですか。見てください、こんななんかじゃあ後でちょっと回収をしていただいて、これをあの公表してしまうと。私お肉だったらいけますよ、大好きなんだよ。痛いです。え
すと本当に使えない。ザックマキリさん、はい、やってきました。こちら富士山です。気づいたら富士山についてました。じゃこれ登り切ったらいいことある気しません？麻雀の試験に受かるとかね。麻雀の試験忘れてたし今一瞬。お、何でもできる。でもそうですよね、富士山って日本一高い山だもん。果たして試験は受かるんでしょうか。頑張ります。以上、熊切あさみでした。MJ3 エボリューション DVD 麻雀技術1巻2巻好評発売中です。さらに DVD6 巻全て購入してくれた方全員に岐阜県の手力尾神社でご祈祷したリーチ棒ストラップをプレゼントします。